はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。本日放送のありました第83話で、福来スズ子は茨田律子に子供がいたことを初めて知ることとなりますが、この子供は誰なのでしょうか。史実のモデルとなっている青谷のり子に子供がいたのか、父親は誰だったのかについて紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。本日1月30日火曜日に放送されましたブギウギ第83話では、ジャズカルメン千秋楽の楽屋に訪れた茨田律子が描かれていましたね。律子と妊娠中のスズ子との会話で、大変なのは産んでからという律子、律子に子供がいたことを初めて知るスズ子が描かれていましたね。さて、律子のモデルとなっている青谷のり子には子供がいたのでしょうか。そして父親は誰なのかについて紹介していきたいと思います。はい、それでは青谷のり子には子供がいたのか、結論から先に申し上げますと、一人娘がいたようですね。昭和13年生まれ、名前は重村奈々子さんです。青谷のり子は1907年8月生まれということで、逆算すると青谷のり子さん30歳頃の出産となります。一方、重村さんの父親は誰なのかについてですが、結論から先に言うとわからない、不明ということになります。なぜなら青谷のり子自身は娘のこともその父親のことも生涯口にすることはなかったためです。しかし青谷のり子は一度だけ結婚しています。どのような結婚だったのか次に見ていきたいと思います。青谷のり子が結婚したのは戦前ですね、昭和6年日本コロンビア移籍し、古賀政男作曲の私この頃憂鬱よがヒットし、流行歌手としてその名が知られるようになった頃です。ちょうどその頃、青谷のり子はジャズピアニストの和田はじめと結婚しています。和田はじめは青谷のり子が首席で卒業した東洋音楽学校の先輩で、青谷の当時の歌の師匠的な存在だったようです。しかし結婚から4年後に和田はじめと離婚し、2人の間に子供は授からず、以降青谷のり子は生涯独身を通したと言われています。当時を振り返り、和田との結婚について、恋人と歌の先生の2つを手に入れたいという妙な座算があったと語っておられます。ということで、一人娘奈々子は和田はじめとの子供ではないということになりますが、誰との子供なのか、ここからは噂レベルの話も交えていきたいと思います。はい、それでは一つ目の噂、歌手の秋元順子が青谷のり子の一人娘ではないかという噂です。しかし秋元順子は昭和22年生まれ、一方重村奈々子は昭和13年生まれで不一致です。噂にとして、娘の父親はディック・ミネさんではないかという噂ですね。こちらもですね、青谷のり子は奈々子の父親は娘ができたことも知らず中国で死んでしまったと語っていることから、齟齬がありますよね。おそらく戦時中に中国に出征し亡くなったのではないでしょうか。また晩年にですね、青谷のり子は瀬戸内寂聴との対談で、男は中身より要望だと言い切っていたため、おそらく奈々子の父親は美男子だったことが推測できます。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。